皆さんこんにちは、トミックです。今こうみんな自粛中で家にいてやることがねないと思う、そんなみんなに俺が簡単にできる面白いね料理を紹介したいと思います。ステイホームでね、お家でできる簡単料理、何を今回俺が作るのかと言いますと、そうだね、サムネイルとタイトル通り、朝鮮民主主義人民共和国という国の刑務所の食事っていうのを再現料理を作りたいと思います。今回の動画が共和国の刑務所の食事なんですけど、刑務所の食事っていうとどんなの想像する？そうだね、俺も刑務所入ったことないんで何とも言えないんですけど、米と副菜みたいなやつで3食あるらしいんですよ。でもそれはあくまで日本の話であって、共和国の刑務所ではどんなものが出るかっていうと、トウモロコシを粉々にしてお湯で団子状にして1食 150g、 それがね出されるんですよ。それはね簡単に作れるものということで、それを作っていきたいと思います。ということで、まず準備するものがトウモロコシ、その茹だってる缶詰のやつじゃなくて、もうこういうね生のやつを準備しちゃいましょう。で、一応念のためにトウモロコシを4本用意しました。この時期ね売ってないかなと思ったんですけど、意外とね売ってたね、トウモロコシ。まずですね、トウモロコシの皮を剥きます。こんな感じで。で、俺もこの前初めて知ったんですよ、刑務所の食事っていうのは。日本の場合、起訴されて実刑判決が出た人が収容されるところなんですよ、日本の刑務所っていうのは。共和国は、まあ、アメリカの映画を見たり韓国の音楽を聴いたりすると強制的に突っ込まれるらしいですね。厳しくね。そんな簡単なことで刑務所に入れられちゃうから、共和国って世界で一番民度が高い国って言われてるんですよ。治安を悪くするような人がいないと、刑務所に入れられちゃうから。共和国の刑務所から運よく脱出した人の話を聞くと、まあ、ネットに書いてあったことなんだけど、このね食事だけだとどうしてもねお腹が満たされないらしい。なんでそういう人はネズミとか虫とかを食ってたらしいですね。結構皮剥くの大変だな、これ。皮を剥き終わったこのトウモロコシを、今度はナイフでそのまま粒を全部このすり鉢に下ろしていきます。このねすり鉢、この動画のために買ったんですよ。今まで、あ、すり鉢あったらよかったなっていう場面が結構あったから、改めて買っちゃいました。結局すり鉢ですりつぶすので粗くなっても大丈夫、粒が完璧に取れなくても。で、これ余談なんですけど、共和国の名前が人民共和国じゃないですか。だから国民の人は自分の国を共和国って呼んでるんですよね。日本に生まれてきてよかったみたいな感じですよ。量多いかな、量多いよな、これ。一回ちょっと減らしてスロー。手間かかんない。刑務所の食事なのに結構手間かかるな。もしかしてこのこれを吸ってさ作ってるのも受刑者なのかな。なんかそんな気がしてきたぞ。これを作るのも受刑者な気がする。やっぱ国の文化に触れるってことで、まあいいことなんじゃないんでしょうかね。こんな感じですることができました。結構時間かかったぞこれ。跡形もなくぐちゃぐちゃ。まあ、これがあれでしょう、まあ、卵焼きっぽくなってるけど見た目はトウモロコシです。そしたらね、これすったトウモロコシにこの熱いお湯を入れます。熱いお湯を入れてかき混ぜる。そしたら今度はね網の中にこいつを入れます。で、水分はしっかり切ってあげる。すごい水分が切れる。水分を切ったトウモロコシに塩をちょっと振りかけて、またねこうやってちょっと固めてあげる。この量でだいたい 75g なので、74か。だから本来の収容されてる人たちはこれの倍ぐらいの大きさのものを1食分提供されてるわけですよ。刑務所の食事でございます。いただきます。言うてトウモロコシなんでね、どんなもんだろう。いや、でも本来は箸とか使わずに素手で食べるのかな、その本国の人は。あ、いただきます。トウモロコシだ。かろうじて塩気が効いて、まあトウモロコシなりの美味しさはあると思う。これを食べさせられてる人の
気持ちになるとなかなか何とも言えないな。うん、まあ、まずくはない。これトウモロコシだけども、これは例えば小麦粉とかなんかそういうものでこねられて丸くなったやつよりかは美味しいと思う。トウモロコシなんで一食分 150g なんで、2本で 75g ということは4本でまあ 150g だから4本食えるわけだから一食。そう考えたら、いやでも辛いな、トウモロコシしか食わせられないのはちょっときついと思う。ということでステイホーム、皆さんもぜひやってみてください。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。このビデオいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。俺の質問、このコーナーはね、インスタの DM に来た質問とか軽いお悩みみたいなものを答えていくコーナーでございます。なので皆さんどしどし送ってください。突然失礼します。動画の BGM は何を使っていますか？動画なんちゃらっていうサイトを使ってます。これはもう結構ね、あの動画過去の質問コーナーでも出してるんですけど、そこのサイトあれもうフリーなんで、YouTube のライブラリー、オーディオライブラリーって言って自分のチャンネルに行って誰でも使えるんだけども、作成っていうところから BGM 使えるんですよ。 YouTube から提供されるものあるんで、それを使えば問題ないかと思います。エビだけエビフライの動画視聴させていただきました。そこでカニの甲羅を使ったカニだけカニクリームコロッケを作れという動画を見たいです。案としてはすごいいいんだけども、動画として作るにはちょっとやっぱね、この要素が足りないんですよ。例えば動画のネタを考えるときにこういうのがいいなってふわっと考えるじゃん。そこ考えて、そっからじゃあそれを動画用のネタに作るにはどうするかな、スピリタスは消毒液になるのかみたいなっていうネタがありますと。じゃあそれをどうやって動画化するかっていう、どうやってトミックネットの動画になるかっていうネタに組み込ませなきゃいけないわけ。だってスピリタスを消毒液にできるか、それをじゃあ動画でどうやってじゃあやるのって言われたらできないじゃん。はい、あの希釈して手洗います、はい綺麗になった、わかんなくない動画ちゃんみたいな、だそこをどう練るかみたいな、そういうのがしなきゃいけないんだけども、あネタ的にはすごい、もしあのいやこうしたらいいんじゃないっていうあったらあのコメント欄に書いてください。サワガニ今飼ってるんですが、トミックさんって餌とか何あげたりしてますか？あと水替えって何日一回してますか？餌は、まだ公開してません。実は、ある一種類の餌だけをずっと食べさせ続けてっていうでネタを今やってるんですよ。なので餌は公開できないんですけど、基本的にあんまり食べない、でも雑食なので3日に1回とか4日に1回、ちょっとちっちゃいものを、これくらいのものかな、を入れてあげる。それしたらサワガニは食べてくれる。何でも基本食べる。水替えはね、もうね、1週間に1回かな、変えてますね。まあ、餌で汚れたりした時は4日とか3日で変えたりするけど、基本1週間で1回意外と大丈夫です。俺の場合は。んこの丸の中に入るとしたら次の中でどれ？ぶっちゃけ採用しなくてもいいかなと思ったんですけど、ちょっとね、あまりにもくだらなすぎて採用しちゃいました。皆さんはどれだと思いますか？よかったら、コメント欄に書いてください。これを言うのね、どんだけきついと思ってる。なんだよこれ、うちま、ほんと、これ書いた人小学生かなって思う。だからわかる？インスタのダイレクトメッセージでこういうのは来るんすよ。どれでもええわと。いやでも俺も小学生の時になんか似たようなこと言ったわ。なんかこのんこ丸んこの中に入るとしたら次の中でどれだみたいな。豊洲で魚を仕入れているということですが、現在シーウイルスによって豊洲市場はどのような感じになっているんでしょうか。また一般客の見学が中止しているのことですが、購入目的なら一般客でもまだ魚を購入することは可能なのでしょうか。最近は行ってないけども、一応買えるんだよね。あの買えるんだけど、一般客買えるんですよ。ぶっちゃけなんか詰め所があって警備員が2人ぐらいいるんだけども、なんか我が物顔で入ったら全然大丈夫なんですよ。むしろなんか汚い格好で我が物の顔で帰ったら基本的にいつもと変わんない。ただ飲食店とかが閉鎖的になってる。てか今どうなんだろう、今緊急事態宣言がちょっとずつ解除されていってんじゃん。今どうなんだろうね、今行ってないからな。いやでもね、一応買い物はできる。だけど観光客っぽい格好、小綺麗な格好じゃなくて、なんかこうおっさんとか着るような格好で行くのをおすすめする。今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録、あとねコメントもお願いします。 Twitter と Instagram とついでに TikTok もやってるんで、よかったらフォローもよろしくお願いします。バイバーイ。